今回は球の体積について積分の観点から見ていきたいと思います。 まずのの表面積積と体積の公式これ中学校で習っていると思いますが覚えていますでしょうかまず球の表面積っていうのは半径を r とすると 4πr2 乗とということで求められましたそして球の体積というのは3分の 4πr3 乗といいう形で求めていましたこの公式なかなか覚えにくくて苦戦した方も多いかと思うんですけれどもまあこれですね、えー、こちらを積分した形で体積っていうのは求められますし逆にこちらを微分 するとこのような形になるということで、まあ、片方を覚えていれば思い出せるかなと思うんですけれども、まあ、感覚的にはですねちょっとこのような図形を考えてほしいんですがこのように、まあ、表面に、えー、まあ四角水ですかねこのような形で中心に伸ばしてちょうど高さが R になるように、えー、このような四角錐がぎっしり敷き詰められてるとこういうイメージですね。 で考えていくと、えー、全体の表面つまり表面の面積がちょうど底面積の輪になって。 高さが R、そして全部水ですので3分の1をかけるって考えると 4πr2 乗をかける高さの r×3 分の1でこのような体積の形が出てくることもわかるかと思います。えこれをちょっと積分で見ていきましょうえ次のような半球を考えていきます。えこの半径を r としてえここの部分を x としていくと。 この斜めの部分これも半径なので r というふうになってちょうどこの直角三角形で三辺方の定理を使うとここが √R²-X² という形で表すことができます。これもですねまず体積が何で積分でできるかっていうところは、えー、前回の動画を見てもらえばなんとなく感覚的につかめるかと思いますけれどもここからはもう積分計算のみで扱っていきたいと思います。 体積 v っていうのは、えー、この x の部分ですね。これを0からちょうどここの部分。つまり r まで。積分区間は0から r まで。えー、そして、えー、ちょうど断面積っていうのは全部円になっていきますね。この円を積分で積み重ねていくイメージです。えー、つまり π かける半径の2乗。半径っていうのはちょうどここの部分ですね。えー、ここの部分の半径っていうのは、ここのルート r2x2 乗,乗になります。そちらの2乗と。 そしてこれは半球なので最後に2倍してあげて球全体の体積になります。こちらを計算していくとこのような形で確かに3分の 4πr 乗というふうに求めることができます。 Green on now, the world is yours